はいどうもこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ビッグラミーは復活することができるのか、それともこのままビッグラミーの時代は終わってしまい、新しい選手たちの時代が始まってしまうのか。ビッグラミーといえばね、もう現代ボディービル最強の男として、まあ今まではロニー・コールマンとかリー・ヘイニーとかね、まあその辺がやばいと言われ、フィル・ヒースが出てきて、で、そのフィル・ヒースが、まあこう、ショーン・ローデに敗れてしまって、一戦から離れた、その後に、まあブランドン・カリーが来たりとかしましたけど、ビッグラミーっていうね、圧倒的なマスモンスターが、オリンピアを制して、またビッグラミーマスモンスターの時代が来たぞと、この体だったら、ロニー・コールマンとか、まあ、フィル・ヒースとかね、そういった偉大な記録を打ち立てられるんじゃないかと言われていた昨年、3連覇がかかったミスター・オリンピア。ここでビッグラミーはハディ・チョーパン、負けました。なぜ負けたのかというところでいろんな話が出ましたが、まあ、そんなビッグラミー今年ですね、3回目の優勝を狙うべくまだオリンピアに出てきます。で、その前にアーノルド・クラシックに出てきます。アーノルド・クラシックまで残り3週間ぐらいと、なりました。そんな中、ビッグラミーが現在の背中をアップデートしました。で、この背中のアップデートっていうのが個人的には激アツで、なぜかというと、ビッグラミーが負けた、衰えたと言われた一つが背中なんですよ。これは昨年のミスターオリンピア4、5週間前のビッグラミーなんですけど、ここの腰回りですね。ここの潰れている面積というのが年々大きくなってきていると言われてます。で、大きくなることで、広背筋だったり、僧帽筋だったり、こういったところの背中の厚みだったりとか、立体感、こういったところが薄れて見えてしまうのではないかというふうに指摘されたんですね。で、まあ、そんなビッグラミーは今年に入ってから再生治療に踏み出しました。これはどういうことかというと、細胞を入れることで、まあ、活性化させて、再生させて、昔みたいに戻すというか、まあ、取り戻す、強化させるというところ、まあ、よくするっていう手段の一つとして、再生治療というのを始めました。で、それを始めてから、初めてビッグラミーは背中をね、見せたわけですよ。激アツじゃんということで、まあ、今回はその背中をね、本当に良くなっているのかどうなのか、まあ、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、左側、これまたさっきのオリンピア4、5週間前。右が今回のアーノルドクラシック3週間前になります。左の方がポージングをね、取っているので、これだけで見た目が変わるじゃんと言われてしまえば、まあそれまでということで、そこは申し訳ないんですけれども、まあちょっと他にね、大会前近しくて昨年の体というのがあまりなかったので、ちょっと今回はこれで失礼いたします。で、これ両方見比べた時に、パッと見ですよ。まず指摘された点は、今年のアーノルドクラシック、ちょっとコンディション甘いんじゃないかというふうに言われました。まあ、今回そこを見たいわけじゃないんですけれども、そういったコメントがあるので、まずはそこも見たいと思います。まあ、確かにこうやって見た時の肩だったりとか、三頭、あとはま、腰回り、背中全体的な筋肉のストリエーションというかね、この線の入り方、カットの出方というのは、左側昨年のオリンピア準備中の時の方が、より明確に出ていたのかなと。右の方が全体的にちょっとぼやけて見えるのかなっていうところを見ると、まあ、これが本当に3週間前のビッグラミーなのであれば、もしかすると若干オリンピアの時よりは調整のスピードが遅れているのかも知れません。まあ、ハムケツとかね、後ろから見た時の足を見ると、まあ、非常に丸っこくてでかい。まあ、とにかくでかいんですけど、やっぱこのでかさにね、勝るボディービルダーは現代には存在しないなって思うんですけど、まあ、確かに絞りという面は、ちょっと、アーノルドクラシック当日までね、どうなるのかは全く読めないなというところ、まあ、なんですが、まあ、昨年のビッグラミーのオリンピアもね、コンディションがじゃあバッチリだったかというと、それでもちょっと甘いと言われたので、まあ、アーノルドクラシックは気になるところですが、まあ、腰回りですよ。まあ、これですね、ちょっと赤く囲ってみました。右側は、さっきも言った通り、リラックスしている状態で、こっちの方が背中がね、広く見える可能性がある。厚く見える可能性があるというので、まあ、見え方がね、それで変わっちゃう部分はあると思うんですけど、まあ、この赤枠で囲っている部分がおそらく、まあ、潰れている面積の大きさというか、まあ、その腰回り付近になるんじゃなかろうかなって思うんですよ。で、こうやって見た時に、左側、昨年のものの方が、その面積は、ワンチャン大きいんじゃないかなって、右の方が小さくなってる、イコール、その広背筋の厚みの部分、まあ、背中の筋肉の立体感、輪郭というのが昨年よりもより大きく、より立体的に見えてくるんじゃないかなっていう風に感じました。で、今度これはですね、黒丸何かというと、まあ、僧帽筋からね、脊柱あたりの筋肉の盛り上がりの長さというかね、大きさなんですけど、これも、まあ、左よりも右の方がより長く、より大きくなっているんじゃないかなっていう風に
思ったんですね。まあもちろんね、何度も言いますけど、まあ同じポージング撮ったらどう見えるかわかんないんですけど、ただまあパッと見のその筋肉の大きさっていうのは右の方がなんか長く見えるから、まあそういった意味でも再生治療というのがうまくいってるんじゃないかみたいな、まあこれは期待と希望ですね。ハトクマの線の描き方が悪いんじゃねえかとかね、言われたらそれまでなんですけど、なるべくなの綺麗に線は引いたつもりなんですが、で最後これね、丸印、これはその横に広がっている広背筋の大きさになります。で、こう見ると左よりもここも右の方がより広く、より面積大きくなっているように見えるんですよ。なので、そうして、腰以外の部分、広背筋だったり僧帽筋、脊柱のところの、全体的なワイドな大きさだったり厚みっていうところが昨年のオリンピアよりも良くなってるんではないか。コンディションの部分は分かりませんが、背中の見た目の美しさ、綺麗さ、そしてデカさ、インパクト、こういった部分は昨年よりも改善して良くなっているのではないか、ビッグラミーの強い時っていうのが来ているんではないかというふうにハトクマは思いました。まあ、やっぱね、ボディービルダー特にオープンとなればでかいが正義じゃないけど、やっぱでかい人見たいじゃないですか。美しい選手は、まあ、クラシックフィジークがあるし、逆算のかっこいい体っていうのはメンズフィジークがあるし、まあ、体重制限の中でコンディションと筋肉の丸みをより見せてくる。で、アウトラインも見せてくるっていうのでボディービル212があるし、じゃあ体重無制限のオープンは、やっぱりこのね、もうどこまでもでかいマスモンスターをやっぱハトクマは見たいんですよ。その中で美しい選手とかいたらね、もちろんすごいなって思うけど、やっぱビッグラミーのサイズが何よりもハトクマは好き。まあ、ニックウォーカーのサイズも好きなんですけど、まあ、そんなビッグラミーが今回アーノルドでカムバックするんじゃないか、強くなって戻ってくるんじゃないかということで、まあ、今回はビッグラミーのこの背中、ここをですね、皆さんと一緒に見ていったんですが、ハトクマ的にはオリンピアの時よりも改善された背中が見れるんじゃないか。あとはまあコンディション次第で、まあ、その筋肉にね、よりカットがついてとか、そういったところで見え方が変わるとは思うんですけれども、皆様はビッグラミーの背中、改善されてきていると思いますか？それとも変わっていないと思いますか？ぜひコメント欄書いていただければと思います。で、アーノルドクラシックで言うともう一つ、ショーン・クラリダ。昨年のボディービル212ミスターオリンピアチャンピオン。彼がオープンボディービルに今出てくるんですけれども、そんなショーン・クラリダが面白いことを言いました。今年のアーノルドクラシックでもし優勝した場合、彼はオープンボディービルに来るみたいです。今年のオリンピアはオープンで挑戦すると。まあ、超楽しみですよね。身長も体重もおそらくオープンボディービルの中では一番軽い男、一番小さい男になるんじゃないかなと思いますが、まあ、昨年もショーン・クラリダはオープンボディービル、ボディービル212、これどっちも出れたんですよ。ただ、両方出たかったんだけど、それができなかったので、ボディービル212に昨年は出ました。ただ、今回のアーノルドクラシック、ここで優勝すれば、まずね、今年のオープンのオリンピアの参加権がまあ獲得できるんだけど、そしたら、ボディービル212ではなくて、オープンに出ると。まあ、だってねっていう話なんですよ、ただ。なぜかというと、今回のアーノルドクラシック、まあ誰が出るかと思い出してください。まず、昨年のオリンピア9位のウィリアム・ボナク。まあ彼も非常に調子よくね、コンディションを整えてきているんですけれども、まずこの選手が出てきます。そして、昨年のオリンピアトップ6のサムソン・ダウダ。まあ体重がね、ビッグラミー並みに非常に重く身長高くアウトラインが優れている、まあボディービルダーですけれども、彼が出てきますと。そして、さっき話していたトップ5。ビッグラミーが出てきますと。今のオープンボディビルで一番でかいという男ですよね。まあ、これとショーン・クラリダだから一番でかい男と一番軽いかもしれない男がまあぶつかる。これでまあビッグラミーを倒せばオープンボディビル、どんなでかさの選手にもショーン・クラリダは勝てることを証明するし、そして最後にトップ3のニック・ウォーカー、彼も出てくるので、まあ、この辺倒せばですよ。9位、6位、5位、3位を倒すことになるから、2位とか1位にオープンに出たってなれる可能性があるということで、ショーン・クラリダはもしアーノルドクラシックで優勝したらオープンに出る予定というふうに言っておりました。時が来たというふうにね、言っております。ジャイアントキラーが本当のジャイアントキラーになれるのかどうか。まあ、すでに彼はオープンでの優勝経験はありますが、ここまでのハイレベルなオープン選手たちと並んだことはないですし、サイズ差というのは一目瞭然、かなりのものがあると思います。そこに彼のバランス、完成度、コンディション、ここで勝てるかどうか。絞りはね、多分今紹介したオープン選手の中で一番絞ってくると思いますので、ちなみに、海外のトップ選手たち、ジョニー・ジャクソンとか、ミロシ・コーチとか、クリス・カミヤとか、デニス・ジェームスたちは、
アーノルドクラシックでトップ5に入る選手を、まあ、予想していたんですけれども、ミロシュだけね、ショーン・クラリダを5位に予想していて、あとの選手はトップ5に入れてませんでした。まあさすがにこのぐらいのレベルの選手たちと並ぶと、サイズ差というのが響くんじゃないかという意見なんじゃないかなと思いますが、まあ、ミロシュコーチなんかはね、美しい選手が多分すごく好きなので、アンドリュー・ジャグドとかも入れてたし、まあ、ショーン・クラリダとかもね、入れてるんじゃないかなって思うんだけど、まあ、そんな話は一旦置いときまして、まあ、アーノルドクラシックまで残り3周となりました。オリンピアとか日本の大会に比べると意外とね、すごくでかい大会なんだけど、日本でまあ、そこまで、知名度はないのかなっていう印象が、ハトクマの中にはあるんですが、まあ、今年はかなり面白いバトルが見れると思うので、ペーパービューとかもね、買えるので、そちら概要欄に載せておくので、皆様ぜひ買ってね、一緒に見れればと思います。またこのアーノルドクラシックのアップデートはやっていきたいと思いますので、今日の動画感想等ある方いましたら、概要欄、コメント欄にガイドライン設けてはおりますが、どんどん書いていただければ嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。